これで最後にするって言ってた。だからこれで最後なんだと思う。今日ここで彼に会えば、私はもう苦しまなくて済むのだと思う。霧島さん、図書館にいないから探したでちゅ。なんで霧島さんがここへ？あのでちゅね。決して所長も約束を破るつもりではないのでちゅ。ただ、さっきも言った通り。わかりました。じゃあ、一緒に屋敷に帰るでちゅ。もう少し、もう少し、このままいさせてください。冬葉ちゃん。別に、所長を待っているんじゃないですよ。ただ、もう少しここにいさせてください。分かったでちゅ。でも、あまりここにいると、雨で風邪をひいてしまうでちゅから。大丈夫ですよ。そんな長くはいません。体の方はそれほどではないみたいでちゅけど。体はって？ここは気がついたでちゅか。霧島さん、
んな無茶をするなんて。無理やりにでも屋敷に連れ戻せばよかったでちゅ。あれからどのくらい経ったのですか？え、所長と約束した日からどのくらい経ちました？私、どのくらい寝てましたか？3日ほど寝込んでいたでちゅ。そうですか。桐島さん、私は大丈夫ですから、少し一人にしてくださいませんか？冬葉ちゃん、お願いします。少し一人になりたいのです。所長は約束を破ったわけじゃないでちゅよ。もう所長、この島には帰ってこないのですか？そんなことはないでちゅ。クリスマスもクリスマスイブも終わってしまった。誰ですか？高弘さん？高弘さん、それ。だってそう約束したじゃないですか、廃墟で二人で。そんなこと。
んなことより、高弘さん、その傷。危ない。高弘さん、私こんな話聞きたくありません。でも高弘さんが。もういいんです。なぜあなたはそこまでしてくださるのですか。たかだか童話じゃないですか。たかだか物語じゃないですか。なぜそこまでして。
かりました。でも、読み終わったらすぐに。